皆さんこんにちは。ファクトリーギア TV 工具好き、はい、今日はですねこちら、メダリストは工具。はい、ファクトリーギア TV はついにですね G ネタ扱うようになっちゃいました、ね、世の中の流れに乗ってきたね。なんかね、俺たち自分たちで流れ作ろうよって言ってたのに、どうしたの飯田くん。で、今日はメダリストの工具で金銀銅でいきたいと思いますということで、なんか理由があるのかなと思ったらほとんどないと色だけで選ばれたという3つの工具のご紹介したいと思います。ただね、ちょっとね、飯田くんが適当に金銀銅で3つ選んだという割にはですね、実は一個一個僕の中にも非常に思い入れがありまして、なかなかちょっとストーリーがあるので、今日はその辺のストーリーをご紹介したいと思います。まずは金がこちら、ドン。はい、ネプロスのチタンコーティングの X ソケットセット、こちらですね。金ですよ、でチタンコーティングですよ、でネプロスですよ、ピカピカですよ、コンパクトですよ、ね、ここまでやってもダメなのかっていうぐらい、まあ、KTC さんが X ソケットに関して言うとめちゃめちゃいいものを作っていたにもかかわらず、やっぱりなかなか評価をされなかったんですね。でも実際使っていく方たちから、当時から絶賛を受けていたのがこのネプロスの HEX ソケットなんですね。で、HEX ソケットっていうと、もう当時ね、もう僕は工具屋始めたばっかりの頃、25年ぐらい前から日本ではハゼットの HEX ソケットが最高だと絶賛されていたんですね。でもちろんですね、当時ハゼットの HEX ソケットってよくね、工具業界の人が言うところの、まあドイツも鉄がちゃうねんっていうぐらいですね、ドイツの HEX ソケットって本当にね硬かったんですね。でもそれは20何年前僕も使った時に感じました。剛性がすごい感じられるものと、あとハゼット独特の面ではなくて、キチキチに、まあ、交差をこうない作りがフィット感を生んで、すごく評価を高めたんですね。で、まあ、実はこのハゼットの交差の差っていうのは、ハゼットそのものの交差がないっていうことじゃなくて、ヨーロッパの DIN の規格っていうのが日本の JIS の規格と比べて、交差がないところをせめて作りなさいよという基準があったんで、まあ、ヨーロッパの工具全体的に、工具だけではなくてネジもですね、まあ、その辺の交差が JIS の規格と違ったということで、そのフィーリングの良さが皆さんに知れ渡ったっていう背景があります。ところがそれに対抗しようと思った日本のメーカーって、やっぱりその辺の JIS のガタつきとかその辺のところがあって、なかなかこうハゼットの追いつけなかったんですけど、それを徹底的に追いかけましょうということで作られたのがこのネプロスのHEX ソケットでございます。でこれ実際にじゃあどのぐらい強いのと、ね、綺麗なだけじゃんということもよく言われてたんですけども、私これ本当に検証したくなりまして、使ってらっしゃる方のフィーリングといわゆる破壊トルクっていうのがどのぐらい差があるのかなっていうことで、まあファクトリーギアマガジン、これもう知ってる方はかなり読んでらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、まあ10年近くずっと1年に1冊書き続けた本のボリューム7の中でこのHEX の破壊テストやっております。でここで実際に破壊トルクを出しておりますが、その時ネプロスのHEX が世界最強の数値を出してしまったということがございます。強ければいいとか破壊トルクが高ければいいということはないんですけれども、まあ、実際に壊してみてどんな数値が出るかということで、工具メーカーの破壊機構を使いまして、実際にプリントアウトしてできたものを雑誌に貼り付けただけです。でたまたま縦軸横軸のメモリが違ったのもあるんですけど、それは完全に私ではなくて工場の機械が勝手にプリントアウトしたやつを載せておりますので、誤解のないようにと一応付け加えておきますけどね、まあそういう数値も出てますんで、まあ、気になる方はぜひゆっくりこれ見ていただければなというふうに思います。今買えるのかなっていう話なんですけども、ない方はちょっとアマゾンかなんかで見ていただいて、お探しいただければなと思っております。そして銀がこちら、ドン、はい、D のインパクトレンチというものでございますと、ね、このヌメッとしたディーンのインパクトレンチ、めちゃくちゃ重たいというだけで、結構お店の中でもあまり注目されないと。なぜならでかい、重い、なんか大丈夫という感じなんですけどでもこれね、僕は本当にすごい思い入れを持って作ったインパクトレンチで、これを作った当時ですね、ファクトリーギア柏店のそば、周辺ですね、自動車の解体業者さんがたくさんありまして、で自動車の解体業者さんっていうのはものすごい数のネジを1日外すんですね。でインパクトレンチって彼らにとってはね、それが消耗品だったんですね。
で、あのファクトリーギアの柏店のそばのお客様は当時ですね、この、 あの解体するためのインパクトレンチをインガーソルを使っておりまして、インガーソルってアメリカのブランドです。当時世界最強と言われてました。でそれをバンバン使って、でそれをある一定の期間使うともう捨ててしまわなきゃいけなかったんですね。だから本当に耐久性が大事で、まあ、1回の購入額が結構、まあ、ものすごい金額になっちゃうと。それをコストダウンして、それで持つインパクトを作ってほしいということで開発を始めたものです。で実際にあのまず試作品ができると、そのお客さんのところに行って、もう1ヶ月とか2ヶ月間とかもう壊れるまでテストしてもらうんですね。で実際に使ってもらった時のフィーリングも含めてフィードバックしてもらって、今度壊れたインパクトレンチを東京では有名なエアーツールの修理の職人さんがいまして、その方が分解して壊れた部品を検証して、その壊れた部品を直しながらいいインパクトを作っていくっていう作業を繰り返して作ったものです。であの実はね、もうあまりにもいろんなところが壊れるんで、実際に使ってる作業現場に行って中の配管の空気圧の確認までしてね、僕本当にちょうど真夏でしたよ。で半日かけて汗だくになりながらインパクトレンチの使ってるあの環境を検証したりということを繰り返して、それで作られたのがこのインパクトなんですね。なのでめちゃくちゃ重いんですけれども、耐久性とか、強さですね、その辺に関して言うと世界でも最高レベルじゃないかなと思います。同じようなデザインのものありますけども、はっきり言って中身が全然もう変わっちゃってるので、ヘビーに使いたいという方はぜひ使っていただければなと思います。あの価格的にも本当に抑えて、テストにテストを重ねたインパクトなので、自信を持って、おすすめしたい、銀とは言わず金にしたい、というのがこのインパクトレンチでございます。そして最後、銅はこちらでございます。ドン、はい、PB の銅ハンマー、はい、ということでね、ショックレスです、ね、無反動です、銅です。特に僕何もしてませんからPB さんが、まあ、比較的新しい商品ですけれども、まあ、銅ハンマーでショックレス、いうことで金銀銅揃い踏みのご紹介でございました。それでは皆さん、さようなら。